はい、どうも皆さん、こんにちは、プロです。今回はですね、このウルトラマン検定超上級っていうのをね、やっていこうと思います。ウルトラマンメビウスを演じていた五十嵐さんという方が、これの初級編をやってたんですよ。じゃあ、俺は難易度高いやつに挑戦してやろうと思って、ということでね、今回はちょっとね、このウルトラマン検定超上級やっていきたいと思います。ウルトラマンの最終回の題名、ありがとうウルトラマン、サンキューウルトラマン、さらばウルトラマン、バイバイ光の戦士、さらばウルトラマン。科学特捜隊の戦闘機ジェットビートルの全長、うわ、知らねえ。16.3、14、17.4、18.5、19.6。勘でいこう、17.4。ゴムラは古代怪獣ですが、メフィラスは何星人でしょう。悪質宇宙人、誘拐宇宙人、宇宙忍者、凶悪宇宙人。悪質だったような気がする。ウルトラマンは全何話、38、39、40、39かな。ダダが登場する怪獣標本5、6、何話目でしょう。ダダの回が何話かってことでしょ。26ぐらい、知らんけど。第8話の題名ない、知るわけないじゃん。これ難しいよ。これ難しいよ。会長墓場。ウルトラマンの寿命が縮んでしまう技は何。ウルトラ大爆発、ウルトラバリア、体当たり、テレポーテーション。ウルトラマンの走力は何キロでしょう。300、350、400、450。確か350。ゼットンの体重は何トンでしょう。ウルトラマンが確か3万5000トンだよね。多分ウルトラマンよりは強く見せたいと思うんだよ。だ4トンかな。ダダのコードネーム。ダダ271号。さあ、どうだ?結果を見る。10問中5問正解。あなたはウルトラマンレベルです。ウルトラマンレベル?ウルトラマンレベルなの?ど?何を間違った?ジェットビートルが 18.5 メートル。そうなんだ。メフィラス悪質宇宙人、おっしゃってた、おい。全部で何話 ?39。よーしよしよしよし。ただ26話なんだ。なるほどね。第8話の題名は、怪獣無法地帯。レッドキングの回か。ウルトラマンの寿命、テレポテンション。そう、これあんま知られてないんだよねって言おうとしたら、正答率 69% やっけ。嘘 !300キロ だっけ。嘘350だと思ってた。Z の体重3万トン。ウルトラマンより軽いんだ。ダダのコードネーム271号。俺、これはね、覚えてるの。これは覚えてる。なぜか。はい、ということでね、ウルトラマン検定超上級やっていきましたが、どうだったでしょうか。ちなみにね、ショート動画で上がった、綿菓子たわしの動画を撮った直後なので、今すごくね、恥ずかしい思いをしています。もしね、この動画が良ければね、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。ツイキャスは、ツイキャス配信もね、たまにやってます。最近ね、マット動画に落ちてきたので、ちょこちょこね、マット動画も上がってくんで、ウルトラマンといったらね、俺、ウルトラマンメビウスのね、アスターのマット動画も出してるんで、ぜひ見てください。あれ、超自信作です。一番伸びてる動画は3000回再生いったプロミスフォーザフューチャー。あれも結構かっこいい。けど、俺はアスターの方が自信作。ということで。また次回。アデュー?なんだっけ?自分のラストの挨拶はチャオだ。チャオー。